信長は姉川の戦いで勝利した後、浅井朝倉を続けて攻め立て滅ぼした。天正3年、戦国最強と謳われた武田がいよいよ動きを見せる。武田信玄の死後、その後を継いだ勝頼は父の意志を果たさんと上洛を強行。これに対して魔王織田信長は乱丸らを引き連れ、この機に武田を滅ぼさんと長篠で待ち構えた。そこには戦場にとても似つかわしくない少女の姿もあった。信長様のためならばこの命すら惜しくはない。第2話長篠の戦い、乱修羅となります。この戦を超え、世の時を進めよ。まずは義経様と連携し、南部の砦を制圧します。
天下を太平に導く唯一の方、
勘兵衛殿、信長ってやっぱやりすぎだよね。見せしめだ。武田を苛烈に破り他の火種を。この身が果てようとも信念を貫くのも主に準ずる勘兵衛、何も負けてはいません。お見事だ。ドリランバル、この地にて知らぬなる。お見事。お役目必ず果たします。見忘れろ。信長様の天下へまた一歩。なんじゃ、喜びを抑えるとは子供らしくないの。うむ、わらわが蘭を元気にするのじゃ。乱世の子、蘭が切り捨てます。でしょ。それに私は戻らぬことも。ならば蘭はわらわが守るのじゃ。光秀様が心配なさいます。蘭は命を粗末にしすぎで悲しいのじゃ。だから守るのじゃ。わかりました。あなたは命にかけてお守りします。私は命がけで相手を守る間なのか。わらわたちはダチじゃな。ダチ？オム、ダチの危機には必ず駆けつける。それがダチの約束なのじゃ。その約束を守るためにも命を大事にするのじゃ。